HP シュアクリックは検知に頼らない保護を提供するだけではありません。マイクロ VM 内の詳細なイントロスペクションを利用して豊富な脅威インテリジェンスも提供します。 VM 内でアプリケーションを実行中はその実行を監視できます。イントロスペクションと呼ばれる技術を利用し、フライトレコーダーのように追跡記録を外から覗いて何が起きているか全て把握できます。この製品の VM は特定のアプリケーションを実行するという目的で作成されているため、そのアプリケーションの通常の動作や期待される動作が分かっています。ネットワークやメールゲートウェイによる検知を回避するマルウェアもありますが、エンドポイントではユーザーがアプリケーションを操作するので、その結果マルウェアが起動します。フライトレコーダーは攻撃の実行全体をキャプチャし、お客様の管理サーバーにリアルタイムにストリーミングします。収集された情報を見てみましょう。コントローラーアプリケーションにアクセスします。このマシンで収集された様々な脅威が表示されています。どれか脅威をクリックするとその脅威に関する情報が表示されます。これはサマリービューです。この攻撃に関するマイターアタックフレームワークの様々な指標を見ることができます。表示されているグラフは Windows Word が PowerShell スクリプトを実行した際のプロセスのインタラクションを示したものです。さらにこのコマンドコントロールトラフィックの送信元と思われる地理的位置情報も表示されています。さらに掘り下げることもできます。ここでは完全な実行トレースを確認できます。詳細をオンにすると他の種類のイベントを表示して、攻撃がどのように行われたのか詳しい情報を確認できます。攻撃のビヘイビアビューを見ることができます。攻撃ではベース64にエンコードされたパワーシェルスクリプトが実行されました。マルウェアのアーティファクトもあります。マルウェアによってドロップされた全てのファイルです。たとえフォレンジック分析を困難にするための削除がされていても、アーティファクトの中にキャプチャされているので、アナリストがさらに分析できます。ネットワークトラフィックに関する情報は全てキャプチャされています。また攻撃がシステムに侵入する原因となったメールの情報も同様です。これらの情報は全てセキュリティチームによるフォレンジック分析に役立ちます。これらの情報は全体の脅威レポートにもまとめられています。